るよな、医学用語に通じてないといけないわけですよね。だから通常ありえない、ありえない、はい、ということです。ダメです。で結果ですね、この論文に関しては昨日が動きがあったんですね。いつからだったら上がれるの？10日以降、10日は大丈夫。10日の18時以降です。じゃあ11日からだ。そうですね、はい、じゃあ帰る。残念。